今日はやってきました、ついにトクラスの大阪ショールームしてみたいと思います。お、落ちてる落ちてる、よかった。トクラスといえば人造大理石、そう、BB っていう一番トクラスの中でもお求めやすいラインナップのキッチン。次がハードル上がらないもんだね。次半端ないよ。次行く。先週に引き続き帰ってきました。トクラスのショールーム、トクラスのショールームキッチン、どう？おしゃれですね。おしゃれあれだけ人体がやばいとかネジフでやばいって言ったらね、おしゃれしか残ってない。もうやばいな、もうもはやとにかくおしゃれ、マジでおしゃれやと思う、ほんまに。なんでそのおしゃれかっていうのは、キッチンからちょっと本線離れるんだけど、塗装、扉とかの塗装の技術、これが違うね。どう違うと思う？楽器のバイオリンとか、ピアノとかの塗装の技術をそのままキッチン家具に生かしてるので、楽器さながらの輝き。せやな、補足するところによるとこれ例えば木製キャビネットになると、木の板にシートを巻いてるの、貼り付けてで、こう、まあ、そのプリントしたもので模様であったりとか、まあ流行りの例えばコンクリート調であったりとか、そういったものがカラーにできるんだけど、トクラスはもう素材自体に直接塗装を行う。その塗装の技術っていうのが、ただのもうほんまのカラーギャングみたいに塗るんじゃなくて、ちゃんとした国家資格を持った人がちゃんと塗ってる。さっき研修受けてるから、その資格の名前も覚えとると思うよ。塗装技師。当てます最悪やでも、そう、塗装技師っていう国家資格を持った人がちゃんと一枚一枚手でちゃんと塗ってる、まあ、スプレーでバーッとスプレーが塗ってる、仕上がり方が違うな。その技術っていうのがヤマハが誇るグランドピアノであったりとか、そういったものの塗装技術と同じ、細部のクオリティが違うっていうのかな。ここでさっきも話戻って、次のティッシュ、ベリー、ベリー、ベリー、前回の BB に比べたらもう一つ上のグレードになる中高級ラインナップになるんだけれども、ベリーと BB の違い、ハイバックカウンター、そうだな、ここキッチンの水返し部分がもうヤンキーの学ランぐらい、これもいいんだよ確かに、ただ上がってるだけじゃなくて、ここにレールがつく、いっぱいついてますね、いっぱいついてる。キッチン周りってやっぱ小物であったりとか濡れたものとかっていうのが多かったりするんだけれども、そういったものをこのスライドレールで固定することができる。あ、動くんや。そうそう、動く。だからプラスアルファオリジナルの収納を作ることができる。取れるんや。そう、はめ物だけやから誰でもできる、うん、何か道具を使うわけでもなくて、ほんま気分次第でこういらんかったら外す、買ってきてつける。あ、これが BB にはないベリーの特徴の一つだな。でこれが他社にもない、通常のキッチンここどうなってんのって、ここにサンプルがあると、通常こういう風にキッチンの天板があって、こう後ろにまあ壁があったりするけども、ここコーキングになったりするな、うん、でこれが例えばちょっとこっちに行ってもらったら分かるけど、シンクとかの場合やっぱりこれぐらい水洗とかと近かったりすると、やっぱ水がかかったりとかホコリが溜まったり、うん、継ぎ目が全部つながってるから清掃性が非常に高い。でなおかつ同じ人造大理石を使うことによって強度も出る、汚れにくい、汚れたとしても拭ける、そう、拭けるし、さっきみたいなスポンジでガッとこすったら綺麗に取れる、これがベリーの特徴。あともう一つ BB にはないんだけれども、間口を調整すること。間口調整というのはキッチンは各ご家庭にはサイズが異なる、規格サイズというのがあるけど、プラス5センチ、マイナス5センチというのがあるけど、それが便利であれば各ご家庭のキッチンサイズに合わせてオーダーでできる。引き出しが大きくなるってことね。この引き出しが大きくなるではない、これが広がるんじゃないの、これが広がるんではない、これが広がる、広がる、これが広がるからフィラーがないってことでしょ。あ、そうなんや。これは1センチ刻み、1センチ刻みで現場調整ができる、無駄なく入れれるってこと。
いいね、これは。これはミーレっていう海外の食洗機になるんですけど、ベリーなら海外のこのミーレの食洗機も入れるんですよ。なんで、あの食洗機とかそういうメーカーにこだわりたい方はぜひベリーを。素晴らしい。素晴らしい。最初だな、最後。最後まで今。はめ込んだな。はめ込んだな。テノール行きましょう。テノール行っちゃう。はい、もう一つじゃあもう一つ。じゃあ次。テノールカウンターっていうものを兼ね備えたベリーです。これもベリー。これもベリー。これ、どっかで見たことあるなってなる人いるかもしれないけど。このキッチンどっかで見たことある？どこ？これはあの有名な国民的ドラマゲルタツに出たやつね。これゲルタツ、ゲルタツ、逃げるはマジだが役に立つ、略してゲルタツ、逃げるゲルタツ。あ、そうなんや。そうだね、ゲルタツにトクラスの商品が使われた、あの話題の夫婦の。そう、あの話題の夫婦の。見てないんです、これ私。おい、ゲルタツです。ゲルタツやばいな、じわるな。それは置いといて、さっきから、ね、テノールカウンターとは何ぞやってことなんですけれども、これです、テノールカウンター。これすごい表面がザラザラしてて、うん、見た目はセラミック、衣装性がすごい、はい、これ人体、これ人造体です。上にテノールカウンターの加工をしてあるんです。テノールカウンターの加工っていうのは仮想、これがだからさっきの国家資格を持った人が塗ってるってことな。はい、うん、このエンボスの加工も塗装、塗装、これだからもはやキッチンじゃなくて家具といっても過言ではない、はい、うん、ということです。さっきからちょくちょく出てるおしゃれとかこの塗装であったりとかっていうのが評価されて、あのグッドデザイン賞って言います。あれ有名な。キッチン部門でグッドデザイン賞を初めて受賞したのはトクラス。初めて。初めて。これグッドデザインアワード。2020、去年。これ一番最初に取ったのはトクラス。それが功を奏してこのゲルタツに出てる。誰か訂正してあげて。いろんなドラマに。ノーサイドゲーム。ノーサイドゲームを、大泉洋のラグビーのラグビーのドラマでもすごい、だからテレビ映えもするっていう、だからもうこれは家具の一部として考えるっていう選択肢としてある、デザイン性が非常に高い。テノールカウンターの最大の特徴というのはさっきも説明したように耐熱性の350度ぐらいまでの熱には耐える、まあ、デザイン性、衣装性も優れてる。でこうパッてのセラミックみたいなんだけど、セラミックを入れようと思ったら他社でいうところの高級ラインナップじゃないとセラミックって選べ、うんうん、やっぱこういう例えばオープンな対面キッチンのレイアウトにして、なんか部屋の真ん中にドンとこういうデザイン性の高いものを置くっていうのは高級ラインナップでしかできないんだけど、やっぱ高級ラインナップになると無駄が長かったりとかするんだけれども、トクラスであればベリーであったりリーリーであったりもこういうカウンターっていうのは選ぶと。でなおかつここ見てもらって、こここのシンクと天板の継ぎ目がもうないと言っても過言ではない。あ、人材やから。そう、塗装でこの表面を作ってるから、だからこれが他にはないねん。天板に塗装するっていう発想がトクラスならでは。塗装のグラデーション、これが川みたいな、バーストブラウンっていう川みたいな色なんですけど、これがだから人造大理石の素材で作ってるんじゃなくて、人造大理石の上から塗装の技術によってこれを表現できている。これが他社にはない強み。なおかつ鍋を置いても大丈夫。大丈夫。チンチン鍋置いて。熟熟の鍋置いて。そう。鍋をチンチンのまま置いても大丈夫。はい。でも大丈夫。
ていうのがところ。だから俺が一つ思うに、機能性、人造大理石の得意性もやっぱそうだけど、塗装技術もそうなんだけど、やっぱり総じて家具の一部としてキッチンを選ぶ、楽しむ、うん、これはリフォームにとっても非常に大事なこと。あとはあの違う圧倒的なデザイン性の高さというのは俺はトクラスの表記すべきところだと思う。ということで今日はトクラスにお邪魔してキッチンを見させてもらったけれども、どうやった？今後お客様に提案するにあたって勉強になった？すっごく勉強になりました、うん、じゃあ明日キッチンのお客さん来たら何提案するの？トクラストクラスな、絶対な、OK、ということで今日は妹と稲上で大阪トクラスショールームから実際見てみたい方っていうのはご予約を確認の上ショールームに足を運んでいただければ、マジで見る価値ありやと思う。これは他と違う群を抜いてるデザイン性の高さであったりとか機能性、これはマジでリフォームする上で一回チェックした方がいい、良さを伝えられたかなと思うので、この辺でお別れしたいと思います。いらっしゃい、ありがとうございました。